報告となりました。社長、お願いいたします。皆様、おはようございます。私は社長の鈴木俊でございます。本日はご対応のところ、株主の皆様、オンラインライブで配信の ご視聴の皆様、当社株主総会にご参加いただき誠にありがとうございます。まず開会に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症で罹患されました皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。本総会につきましては、議長席と株主様の席には十分に距離を確保しておりますので、壇上におります取締役とその候補者はマスクを外させていただきます。また本日は会場にご出席いただくことが難しい株主様のため、オンラインライブ配信で本総会を公開しております。これらにつきましてご了承くださいますようお願いいたします。当社定款第13条の定めにより、私が議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、ただいまより、イリソ電子工業株式会社第56回定時株主総会を開会いたします。本総会の議事進行、整理につきましては、議長である私の指示に従っていただきますよう、皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また株主の皆様からのご発言につきましては、報告事項および議事決議事項のご説明がすべて終わりました後に一括してお受けしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。以上、皆様のご協力を賜りたく重ねてお願いいたします。それでは本総会において議決権を行使される株主様の数およびその議決権の個数を事務局よりご報告させていただきます。本総会の議決権につきましてご報告申し上げます。本総会において議決権を行使することができる株主数は2830名、その議決権の数は236,697個であります。本日ご出席の株主様は、書面またはインターネットによって議決権を行使いただいた株主様を含め1094名、その議決権の数は199,314個であります。従いまして、本日すべての議案についてご審議願える定則数を満たしておりますことをご報告申し上げます。それでは報告および議案の審議に先立ちまして、監査党委員より監査報告をさせていただきます。及び取締役、お願いいたします。監査党委員の大江でございます。監査党委員会において監査報告に基づいて協議いたしました結果につきまして、私から簡潔にご報告申し上げます。第56期事業年度の監査党委員会の監査結果につきましては、お手元の招集ご通知40ページから41ページの監査党委員会の監査報告書の答本の通りでございます。事業報告及びその付属明細書は法令定款に適合しており、会社の状況を正しく示していると認められ、取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に反する重要な事実は認められませんでした。合わせて
内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても指摘すべき事項は認められませんでした。次に、連結計算書類及び計算書類については、お手元の召集ご通知36ページから39ページの会計監査人の監査報告書の答言の通りでございます。有限責任監査法人、東松の監査の方法と結果は相当であり、指摘すべき事項はございません。本総会に提出されております議案及び書類に関しましても、指摘すべき事実は認められませんでした。以上、ご報告申し上げます。ありがとうございます。それではまず報告事項として第56期事業報告連結計算書類並びに計算書類の内容につきましてご報告いたします。お手元の召集ご通知に記載しておりますのですでにご覧いただいていると存じますが、前方のスクリーンにて説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。当連結会計年度における世界経済は依然として先行き不透明な状況が継続しております。約2年に及ぶコロナ禍において各国の経済活動正常化に向けた諸施策が展開されましたが、第2四半期以降半導体不足をはじめとした部品供給不足の長期化、原材料の供給不足と価格高騰、輸送費の高騰、コンテナ不足等によるサプライチェーンの混乱に加え、ウクライナ情勢の悪化など様々な問題が顕在化し、当社グループの事業領域である自動車だけでなく家電等でも市場の伸び悩みが見られました。このような事業環境のもと、当社グループの売上高は、車載市場での電動化関連におけるパワートレイン分野の拡大と、インダストリアル市場の伸長、そして為替の円安効果により、大幅な増収となりました。市場別売上高は、主力である車載市場では、半導体等の部品供給不足の影響などで、欧米を中心に自動車の減産影響を大きく受けたものの、前期比で約 17% 増となりました。特にパワートレイン分野の売上高が、環境対応車向けの旺盛な需要や、当社独自のパワートレイン機器向け耐震ソリューションサービスを活用した受注獲得を背景に増収の牽引役となり、前期比で約 90% 増加いたしました。コンシューマー市場でも半導体等の部品供給不足の影響を一部で受けたものの、ゲーム機向けや在宅勤務の増加による OA 機器向けの需要増加により増収となりました。インダストリアル市場では、中国での FA 関連機器向けの需要増加や 5G 通信基地局向けの新規搭載により増収となりました。以上により当社グループの売上高は過去最高を更新し、前期比 20.1% 増の438億6300万円となりました。利益面では売上高増加による固定費回収増、内製化拡大等による原価低減を推進いたしましたが、原材料価格と
輸送費の高騰に加えて、サプライチェーンの混乱による物流費増加等の影響を受けて、営業利益は前期比 55.9% 増の45億2000万円。経常利益は前期比 62.9% 増の48億3800万円。親会社株主に帰属する当期純利益は前期比 82.7% 増の39億1300万円となりました。設備投資の状況につきましては、当期における設備投資額は67億3800万円で、その主なものは、当社の主要な生産工場における組み立て設備や金型設備の増設への投資でございます。当期の資金調達はございませんでした。会社の現況につきましては、企業集団の財産及び損益の状況の推移以降、お手元の召集ご通知23ページから31ページに記載の通りでございます。続きまして、2022年3月31日現在の連結貸借対照表につきましてご報告いたします。お手元の召集ご通知32ページに記載してございますが、その主な点をご説明申し上げます。まず、資産の部から申し上げます。流動資産の合計は404億3600万円となり、前期末に比べ52億2700万円増加いたしました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産や商品及び製品が増加したことによるものでございます。固定資産の合計は327億1600万円となり、前期末に比べ39億8400万円増加いたしました。これは主に機械装置が増加したことによるものでございます。以上の結果、総資産の合計は731億5300万円となり、前期末に比べ92億1100万円増加いたしました。続いて、負債の部につきましてご説明申し上げます。流動負債の合計は98億8900万円となり、前期末に比べ19億3300万円増加いたしました。これは主に支払い手形及び買掛金が増加したことによるものでございます。固定負債の合計は14億8600万円となり、前期末に比べ2億3200万円増加いたしました。以上により、負債の合計は113億7600万円となり、前期末に比べ21億6500万円増加いたしました。純資産の部につきましては、純資産の合計は617億7600万円となり、前期末に比べ70億4500万円増加いたしました。1株当たりの純資産額は2607円59銭となりました。また、連結ベースの株主資本比率は前期末と比べ 1.2 ポイント減少し 83.8% となりました。次に、2021年4月1日から2022年3月31日までの連結損益計算書につきましては、お手元の召集ご通知33ページに記載の通りでございますが、先ほど事業報告のご説明の中で、
その概況を申し上げましたので、省略させていただきます。当社単体の2022年3月31日現在の貸借対照表、2021年4月1日から2022年3月31日までの損益計算書につきましては、お手元の召集ご通知、34ページから35ページに記載の通りでございます。以上、第56期事業報告、連結計算書類並びに計算書類についてご報告申し上げました。対処すべき課題につきましては、議長よりご説明させていただきます。それでは、私より会社の対処すべき課題につきましてご説明いたします。当社を取り巻く市場環境において、半導体需要の逼迫、中国をはじめとした各国での新型コロナウイルス感染症対策としてのロックダウン政策や、ロシアによるウクライナ侵攻といった地政学リスクは依然として継続し、先行き不透明な状況が続くものと考えております。このような不安定な市場環境の中で、車載市場は自動車生産台数が2022年3月期並みにとどまることを今回の見通しの前提といたしました。一方で、電動車、いわゆる XEV 車は各国での推奨政策や各自動車メーカーの取り組み強化により、想定以上の成長が加速していくと考えております。また、インダストリアル市場では省力化に貢献し、センサー、インバータ、ロボット等の産業機器の中国での需要や 5G が到来する通信分野での需要が継続すると見込んでおります。このような事業環境の中、販売面においては XEV 化の加速、自動車の自動運転レベルの向上、ロボット活用の加速、5G の普及が想定を上回るスピードで伸びており、当社はこれらの成長領域において、当社製品の強みを十分に生かし、この好機をきちんと抑えていけるよう、新製品の市場投入、直接販売での拡販強化、生産能力の増強を進めております。一方で、利益面では原材料の不足と価格の高騰、新型ウイルス感染症の影響やサプライチェーンの混乱等による輸送費の高騰は一過性のものと捉えるのではなく、当面継続することを前提として、当社の収益構造改善を全社挙げて推進してまいります。具体的には、本年2月から全社プロジェクトを立ち上げ、第一に価格政策の見直し、粗利率の改善、第二に主力製品の抜本的変革低減、第3に工場の稼働率アップ、工程内不良の縮減、内製化継続拡大による生産性向上、輸送費に加え、倉庫費、荷役含めたトータルでの物流改革、生産、在庫、発送コントロール強化について、営業利益率を当期から2年間で 5% 程度改善する取り組みを推進していきます。また、BCP 強化として、生産変動に備えた主要材料の枠取り確保による原材料の安定供給、マルチ生産体制の構築を進めるとともに、情報基盤の強化と業務の見直しとして、2022年3月期から推進している基幹システム刷新によるサプライチェーンマネジメントの可視化とマネジメント体制の強化について合わせて推進してまいります。以上により、2023年3月期の見通しにおきましては、連結売上高515億円、連結営業利益61億6000万円、連結経常利益62億円、親会社株主に帰属する当期純利益45億円を見込んでおります。なお、為替レートは1ドル130円、
1ユーロ135円を前提としております。当社の業績は約2年に及ぶコロナ禍において、さまざまな経営課題に直面しながら事業の正常化を目指し経営してまいりましたが、結果として十分な成果を出すことができませんでした。この22年並びに23年の2年間で再度収益構造基盤の構築を図るとともに、カーボンニュートラル、人材ダイバーシティ等企業の社会的責任の強化を図り、社会株主の皆様含めた全てのステークホルダーに対し、当社の企業価値を高めていくよう経営に邁進してまいりますので、より一層のご鞭撻よろしくお願いいたします。以上、対処すべき課題を申し上げました。それではここでお手元の招集後通知 6ページから19ページに記載の決議事項の議案内容をご説明いたします。第1号議案、剰余金処分の件ですが、本議案の内容につきましてはお手元の招集後通知6ページに記載しております。ここでその概要につきまして説明いたします。当社は株主の皆様に対する安定的な利益還元を行うことを経営の重要政策と認識し、業績経営環境及び中長期的な財務体質強化を勘案して配当を行うことを基本方針としております。今後の事業環境や業績及び株主の皆様からのご期待等を総合的に勘案し、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき60円、総額14億2040万7420円を2022年6月22日にお支払いさせていただきます、いただきたいと存じます。次に、第2号議案、定款一部変更の件1ですが、本議案内容につきましてはお手元の招集後通知7ページから8ページに記載しております。当議案は会社法の一部を改正する法律附則第1条正し書きに規定しております改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会参考資料等の電子提供制度が創設されます。当社は当該制度を利用することが義務付けられており、これに備えるため参考書類に記載の通り定款を変更するものでございます。続いて第3号議案、定款一部変更の件2ですが、本議案の内容につきましてはお手元の招集後通知9ページから10ページに記載しております。当議案は不測の事態により株主総会を開催することが困難であると合理的に判断される場合においても、剰余金の配当を実施することを可能とするため、取締役会決議による剰余金の配当等が可能になるよう変更案の通り定款の変更を行うものであります。なお、この定款変更の効力発生後も株主総会で剰余金の配当等を決議することができることに変わりはありません。続いて第4号議案、監査等委員である取締役を除く取締役5名選任の件ですが、監査等委員である取締役を除く取締役全員7名は本株主総会集結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るべく、取締役2名削減し、監査等委員である取締役を除く取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役候補者はお手元の招集後通知11ページから14ページに記載の通りでございます。最後に第5号議案、
監査党委員である取締役5名選任の件ですが、本議案は監査党委員である取締役全員4名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため取締役1名を増員し監査党委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役候補者はお手元の招集後通知15ページから18ページに記載の通りでございます。それではこの後の進行方法についてお諮りしたいと存じます。まずすでに提出しております報告事項並びに招集後通知記載のすべての決議事項につきまして株主の皆様からのご意見動議を含めた審査に関する一切のご発言をお受けいたします。その終了後は決議事項につき採決のみをさせていただきたいと存じます。この方法についてご賛成いただける株主様拍手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご賛成を得ましたのでこの方法で進めさせていただきます。それではこれより株主の皆様からのご発言をお受けいたしますが、先日事前質問を募集しましたのでそこでいただいた質問のうち特に多くいただいた質問をご回答させていただきます。その後ご来場いただいた株主様からのご発言方法についてご説明させていただきます。それではまず事前にいただいた質問を申し上げます。質問事項としては先日当社は秋田県横手市に工場を建設されると発表されましたが、この工場はどのような工場になるでしょうか、詳細を教えてくださいという質問内容になります。これに関して私の方からご回答を申し上げます。当工場は2023年着工、2025年春に操業開始を目指し建設される当社2番目の日本に建設される工場となります。土地、建物、設備について約50億円を投資し、売上高150億円規模の生産能力の向上を計画しております。工場拠点を秋田県横手市に決めたのは今まで海外拠点での生産に力を入れておりましたが、国内でのパワートレイン分野、本気度を中心とした需要が今後も増えることや BCP 地産地消促進の観点から日本国内に拠点を増やすべきだと判断し建設することとなりました。また本年4月1日に当社グループの一員となった花巻市を拠点とする成形金型の製造を行う有限会社イリソーエンジニアリングとシナジー効果が高く地政学的なリスク、コスト面も加味し横手市に決定いたしました。いただいた質問は以上となります。それではご来場いただいた株主様からご発言を挙手にてお受けしたいと思いますので、その発言方法についてご説明させていただきます。ご発言を希望される株主様は私の指名を受けられましたら手前にご用意いたしますスタンドマイクまで移動してください。そしてお手元の入場票に記載された番号のみをおっしゃっていただき、要点のみを簡潔にご発言いただきますようお願いいたします。冒頭に申し上げた通り本総会の模様をオンラインライブで配信しておりますので、株主の皆様の個人情報をお守りする観点からご発言は番号のみをおっしゃっていただき、お名前は言わないようにご注意をお願いいたします。またご発言時にお使いいただくマイクはご発言終了後にスタッフがその都度消毒いたしますので、ご安心してお使いください。ご発言につきましてはお一人様1回につき1件ずつお願いいたします。ご理解ご協力のほどお願いいたします。それではご発言をお受けいたします。
ご質問を希望される株主様、挙手をお願いいたします。せっかくの機会ですので、株主様からのご意見、ご質問をお受けしたいと思いますので、どなたかいらっしゃいますか。どなたかいらっしゃいますでしょうか。まあ、それではご意見もご質問もないようですので、すべての審議を終了し、議案の採決に移らさせていただきます。ご賛成いただける株主様、拍手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご賛成を得ましたので、議案の採決に移らさせていただきます。それでは第1号議案、剰余金処分の件の採決をいたします。原案にご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。書面またはインターネットによる行使文を含め、過半数のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。次に第2号議案、税関一部変更の件1の採決をいたします。原案にご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。書面またはインターネットによる行使文を含め、3分の2以上の賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。次に第3号議案、税関一部変更の件2の採決をいたします。原案にご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。書面またはインターネットによる行使文を含め、3分の2以上のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。第4号議案、監査党委員である取締役を除く取締役5名選任の件の採決をいたします。なお採決につきましては、一括で選任いただきたいと存じますが、いかがでしょうか。ご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは一括にて選任いただきます。原案にご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。書面またはインターネットによる行使文を含め、過半数のご賛成を得ましたので、佐藤貞夫、鈴木仁、武田啓司、豊島光吉、小安正史の5名が取締役に選任されました。第5号議案、監査党委員である取締役5名選任の件ですが、5名選任の件の採決をいたします。なお採決につきましては、一括して選任いただきたいと存じますが、いかがでしょうか。ご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。一括にて選任いただきます。それでは原案にご賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。書面またはインターネットによる行使文を含め、過半数のご賛成を得ましたので、宮内俊彦、江畑誠、山本島子、藤田浩二、佐藤昇の5名が監査党委員である取締役に選任されました。以上をもちまして、本日の目的事項はすべて終了いたしましたので、
本総会は閉会といたします。それではここで先ほど選任されました取締役5名および監査党員である取締役5名の自己紹介をさせていただきます。鈴木仁でございます。佐藤貞夫でございます。武田圭司でございます。豊島光義でございます。小安正史でございます。宮内俊彦でございます。江端誠でございます。山本島子でございます。藤田浩二でございます。佐藤昇でございます。以上、取締役5名および監査党員である取締役5名の紹介をさせていただきました。株主様の皆様のご協力により滞りなくご審議いただきましたことを誠に厚くお礼申し上げますとともに、引き続き変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。本日はご対応のところご出席いただきまして誠にありがとうございました。で、